気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2023年6月にフルモデルチェンジしたトヨタベルファイアです。ベルファイアは高級ミニバンの王道であるアルファードの兄弟車にあたり、力強さや先進性をより強調したデザインを採用しています。新型ではプラットフォームを一新し、 高級サルーンとしての基本性能の向上のほか、ゆとりの室内スペースや使い勝手など、おもてなし空間として、さらなるレベルアップを果たしています。検証するグレードは、エグゼクティブラウンジの4駆モデル、2.5リッター直列4気筒、DOHC 直運ガソリンエンジン、プラス前後モーターに、電気式、 無断変速トランスミッションを組み合わせています車両本体価格は892万円ボディカラーはブラックそれではベルファイアを見てみましょう 標準装備の運転席パワーシートです。ドア下側のウェザーストリップにより、サイドシールが汚れにくい構造になっています。 木とステッチ入れの合成比較を組み合わせた高級なインテリアです。後方視界は不満のないレベルにあります。 アクセルペダルはオルガン式を採用し、自然な体勢で踏み込めます。 先進的かつ視認性に優れた大型液晶メーターです。目線をそらさずに必要な情報を確認できるカラーヘッドアップディスプレイです。視点が高く前方視界は良好です。それでは、 シフトレバー周りから見てみましょう指先で軽くシフトチェンジできますリバースに入れるとバックカメラなどからの映像がモニターに映し出されますまたリバース連動機能が作動しますレバーを右に保持すればニュートラル D ポジションの時、レバーを下に引けば S モードに切り替わります。パドル操作でシフトチェンジできます。パドルはステアリング側にあります。パーキングはボタンです。パーキングブレーキは電動です。 ブレーキペダルを踏み続けることなく、停止状態を保持するブレーキホールド。車両駆動とエアコンの作動を抑え、燃費を向上させるエコドライブモードです。トラクションコントロールのオフスイッチです。 長押しすると横滑り防止装置もオフにできます。モーターのみで走行する EV ドライブモードです。 ドアパッドにもうずら目や合成比較を使用し、高級感満点です。ドアミラー調整スイッチです。左右どちらかを選択して、ボタンを上下左右に動かすと、ミラー角度を調整できます。ドアミラー格納スイッチです。 格納・復帰のオートスイッチです。ドアのロックとアンロックパワーウィンドウはすべてのドアで自動全開閉ができます。パワーウィンドウのロックスイッチです。 右側のセカンドシートニュートラルポジションスイッチ。左側のニュートラルポジションスイッチ。ブザーが鳴るまでスイッチを押し続けると、セカンドシートを中立位置まで戻せます。 右側のパワースライドドアの開閉スイッチ左側の開閉スイッチです3名分のドライビングポジションをメモリーできます スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。エンジンフードの解除レバーです。 インスト上部にスピーカー A ピラーにツイーターがあります運転席のカップホルダーです アダプティブハイビームシステムスイッチです。ベルファイアはフロントガラス上部に装着した前方カメラ。フロントグリルに装着した前方レーダー。フロントバンパーに装着した超音波センサー。リアバンパーに装着したレーダーセンサーと超音波センサー。フロント、サイド、リアに装着したカメラで、 歩行者や障害物などを認識しますパワードアのオフスイッチ AC コンセントのメインスイッチ給油口のオープナーです。 給油口はボディ左側にあります。レギュラー仕様でタンク容量は60リッターです。ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。クルーズコントロールのメインスイッチ。モード切り替え。 車間距離の設定どのスイッチに触れているか確認できます。レーントレーシングアシストスイッチ機能切り替えスイッチで表示ページを切り替えできます。 ヘッドアップディスプレイの高さ調整メーター表示の切り替えオーディオのボリューム調節選曲 通話トークスイッチ表示ページの切り替え選曲ソース切り替えオーディオの電源です。 右側のレバーが方向指示とランプスイッチです軽く操作すると5回点滅します下に操作しても自動でオートの位置に戻ります上に操作すると 手動でヘッドランプを点灯できます。内側にフォグランプ。 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。電動チルトテレスコピックステアリングです。レバーを上下・前後に動かしてステアリング位置を調整します。 メーターの明るさ調整です。トリップメーターの切り替え。長押しでリセットできます。ETC2.0 の車載機をビルトインしています。 インパネ中央にスピーカーがあります。スマートフォンとの連携機能を搭載したディスプレイオーディオを装着しています。オーディオ操作画面。画面を押して選曲します。 ボリューム調節オーディオの電源電話画面車両画面コネクティッドメニュー画面設定画面です温度調節 シンクを解除するか、助手席側を温度調節すれば、左右独立して温度調節できます。風量調節。吹き出し口の切り替え。エアコン。 内外気の切り替えフロントでフロスターリアでホッカーとミラーヒーターリア空調のオンリア右側の温度調節左側の温度調節 吹き出し口の切り替え風量調節リア空調のオフエアコンオプション画面表示ショートカット画面表示 運転席のシートベンチレーションとシートヒーター助手席のシートベンチレーションとシートヒーター レアリングヒーターですスイッチを押すだけで駐車操作を支援するアドバンストパークですビュースイッチで車両の周りを確認できます車両の周りを一周表示するムービングビューのほか ボディやシートなどを透かしてみたようなシースルービューでも確認できます。 ハザードスイッチです通信用と充電用の USB 端子が1個ずつとスマートフォンの置くだけ充電を装備していますカップホルダーが縦並びに2個あります コンソールボックスの蓋にはソフト素材を使用しています。左右どちら側からも開けられます。ボックス内前寄りにアクセサリーソケットと充電用 USB 端子、HDMI 端子を装備しています。運転席側から助手席を 前後スライドやリクライニングできますセカンドシートに座る方のために助手席のヘッドレストを前に倒せますサンバイザーにはチケットホルダーと LED 照明付きの鏡があります。ヘッドレストや荷物などで視界を遮られずに後方を確認できるデジタルインナーミラーです。微調整可能です。 サングラスホルダーです宝石用パワーサンシェードを一括で開閉できます左右独立ムーンルーフも一括で開閉できます右側のパワースライドドアの開閉と 左側の開閉スイッチパワーバックドアの開閉スイッチです。 緊急時にオペレーターと通信できるヘルプネットボタンです。 助手席のヘッドレストを前倒ししたことで前方視界がより開けて見えますムーンルーフにより明るく開放感があり頭上スペースには余裕があります床はフラットで足元の前後スペースに余裕がありますシートバックには大きなアシストグリップと ポケットがあります足元にはスライド式のボックスがあります足元中央にアクセサリーコンセントと HDMI 端子を装備しています

右側鉱石の温度調節、左側の温度調節、風量調節、吹き出し口の切り替え、空調のオート、空調のオフになります。 右側スライドドアのパワーサンシェードの開閉と左側の開閉。右側ムーンルーフの開閉と左側の開閉。右側スライドドアのパワーウィンドウの開閉と左側の開閉。右側のパワースライドドアの開閉と左側の開閉。 リアパーソナルランプは4段階で減光できます。LED ルーフカラーイルミネーションスイッチです。セカンドシートから色を変えられます。 内側のアームレストから格納式テーブルを引き出せますテーブルは鏡付きで、回転もできるので、テーブルを出したまま車の乗り降りができます。アームレストの下側にカップホルダーが左右1個ずつあります。充電用 USB 端子も1個ずつ装備しています。 オーディオ、空調、照明、サンシェード、シート機能など、座席の多彩な機能をタッチディスプレイで操作できます。 脱着可能です。外側のアームレストにもカップホルダーがあります。右側セカンドシートのシートヒーター。シートベンチレーション。 直感的な操作でシート調整できます。セカンドシートの位置を調整すれば、贅沢な移動空間が出来上がります。スマートコンフォートスイッチを押せば、シーンに応じて快適なシート姿勢や空調、明るさに調整します。 ニュートラルポジションに戻します。シートスイッチの横にポケットがあります。コートフックです。小さなお子様が つかみやすい位置にもアシストグリップがあります。フロントと同様にうずら目や合成比較を使用した高級なドアパッドです。スライドドアにもパワーサンシェードの開閉スイッチがあります。閉まりきる直前にスピードが緩む上品な設定です。 ウウィンドウスイッチの上にツイーターがあります窓を約9割開けられますボトルホルダーとスピーカーです。 車両サイドにあるパワーバックドアスイッチを押せば、ドアカイドを確認しながら、バックドアを開けられます。右側にアクセセサリーコンセントと デッッキフックを装備しています。さらに照明とネットフックも装備しています左側にバッテリーを搭載しデッキフックとネットフックを装備していますバックドア側からセカンドシートの前後スライドと リクライニング操作が行えますデッキボードの下に床下収納がありますサードシート中央の ヘッドレストを収納しています車載工具とタイヤパンク応急修理キットを搭載していますサードシートを簡単に展開できます バックドアにはスピーカーが2個とサブウーハー。照明があります。 セカンドシートには ISOFIX のチャイルドシートを装着可能です。外側からもセカンドシートを電動で前後スライドできます。サードシートに乗り込むときは、下側のレバーを引きます。 前後スペースには余裕があります。セカンドシートよりクッションが薄めですが、程よい硬さの座り心地で、長距離移動でも十分快適に過ごせそうです。頭上スペースは若干狭くなります。コートフックです。 エアクォーターパネルには合成皮革が貼られています。C ピラーにパワーサンシェードの開閉スイッチがあります。左側にはカップホルダーと充電用 USB 端子があります。右側には。 カップホルダーが2つと、充電用 USB 端子、ポケットがあります。リクライニング可能です。 前後スライドも可能です。 インスト上部にスピーカー A ピラーにツイーターがあります助手席のカップホルダーです 高級素材をふんだんに使用した豪華なインストですグローブボックスですオプションの CD DVD デッキを装着していますセンターコンソールの左側にトレーがあります 助手席のサンバイザーにも LED 照明付きの鏡がありますスピーカーと ボトトルルホルダー付きのドアポケットです。標準装備の助手席パワーシートです。今回、ベルファイヤーを見てきましたが、とてつもなく豪華な動く応接室といった印象を受けました。 税を尽くした高級な内外装に大満足の一台。セカンドシート周りのスイッチ類の多さに驚き、これ以上望むものはないのではと思いました。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。